はい、こんにちは、ライトウェーバーです。今日はね、本当はちょっと出かけるつもりだったんですけれども、ちょっと近々ね、家にエアコンの電気工事が入ることになりまして、それでまあ、押し入れの天袋から屋根裏に入れるもんですからね、押し入れの天袋を引っ張り出して片付けてたら、ついもうお昼前になってしまったんで、もう出かけるのを諦めて、近場でね、まあ、せっかく、天気もいいことですから、ちょっと散歩しようかなと出てきました。とりあえずね、今日は順天堂大学の近くにありますリベルタさんっていう洋食屋さんでお昼を食べて、その後印旛沼の方をくるっと回ってみようかなと考えてます。まあ、印旛沼もね、北と南に分かれてるんですが、とりあえず南の方を回ってみようかなと思ってます。実際ね、近くに住んでるとその横を通過したりとか真ん中突っ切ったりとかね、そういうことは多いんですけど、なるべく湖畔に沿ってぐるっと回るなんていうことしないもんですから、きっとね、知らないことがあるんじゃないのかなと思ってます。実際地図を見てたらね、湧き水があるらしいんですよ。なんたらの名水とか言って書いてありましたから、それもね、ちょっと、行ってみたいなと思います。さて、まもなくリベルタさんですね。よし。ここはね、ボリュームがあって美味しいんですよ。はい、リベルタさんでトンテキをいただいてきました。今日はね、ちょっとお願いして、わさびをつけてもらったんですよ。やっぱちょっとね、甘めのソースにわさびが非常に合うんですよね。で、絶対うまいわって思ってたら、実は以前はそういう風にして提供したらしいんですよ。あまりね、わさびを使われる方がいなかったということで、今のわさびのない形に落ち着いたみたいなんですが、さて、これからね、ちょっと、先ほど申し上げたように印旛沼の方に行ってみたいなと思います。ここを降りていくとですね、印旛沼の近くの畑というか田んぼというかですね、昔非常に広い印旛沼って本当に沼で湿地帯だったんですよね。で、それが、まあ、一応埋め立てられて、今のようにこんな風に、田んぼになっているというところですね。広い真っ平ら、どれだけの湿地帯だったかっていうね、結構利根川の工事と一緒で、利根川も治水のためにものすごく何百年にわたって、工事をやっては失敗して、やっては失敗してって治水工事をずっとやってたんですけど、印旛沼も一緒なんですよ。これだけの土地ですから開墾したかったんだけど、湿地帯がひどくってものすごい時間をかかったんですよね。結局利根川の治水が終わらないと、どうしてもやっぱりここが水流れ込んでくるっていうことで、それだけ時間かかったみたいなんですけどね。真正面にね、土手のようなところが見えていきましたけど、この向こうがもうすでに印旛沼ですね。印旛沼の南側半分ですね。よいしょ。よいしょ。ここに印旛沼がありますけど、そして象のモニュメント、なぜかというと、この近くでナオマンゾウの化石が発掘されたんですね。はい、双子公園でした。実はですね、あそこの公園にある、公衆トイレの裏側にですね、バンクシーっぽいね、落書きがね、昔はあったんですけど、今はもう消されてましたね、ちゃんと。結構猿が銃持って歩いてるっていう、なかなかリアルなあれでしたけどね。左手が印旛沼で、多分この辺はでも湖畔には出れないのかな、道がないな。あの土手の向こうが印旛沼ですね。道がないようです。この辺りね、周遊道路を作ってもいいような気もするんですが、まあかつてね、日本で一番汚い水質って言われてましたからね、しょうがないのかな。霞ヶ浦なんかはね、ずっとその湖畔をほとんど湖畔をずーっと走れるようになってますけどね。さて、この辺で、湧き水が出てるはずなんですが、あ、車が止まってるからあそこですな。ペットボトルでちょっとだけいただきましょう。飲料水として使えるのかな。冷たいですね。気持ちいい。帰ってコーヒーでも入れてみましょう。住宅地のところにね、入ってきました。この辺どこかから、湖畔の方にね、行く道があるんですが、どうなんだろう。そこからが曲がってきて、ここはあんましないですね。フェンスの向こう側にあるのはサイクリングロードですね。残念ながらオートバイは走れません。あ、でもこの辺からだと沼の様子が見えますね。ああ、そして風車広場ですね。ああ、いいな。この辺に来られる方はキャンプチェアなんか持ってただのんびりとされに来てるんですね。でもいいな。本格的なね、バーベキューだキャンプだってやらなくても、ちょっとこういうところで木陰でね、湖畔で涼しいところで本を読むっていうのもいいですよね。あっちのね、広いところでこういう風に湖畔を走れると良かったんですが、まあ、漁業権の関係があるんでしょうね。一般の人は立ち入りできないというふうになってました。対岸に渡るしかないな。はい、それではね、今日のところはこの辺でご視聴ありがとうございました。よろしければね、いいねボタンとチャンネル登録をお願いします。さようなら。